人工帝で芸奨羽衣もの舞を披露する、八木ヒ、五道羽は、元の白白木による雑撃で、塔の幻想と八木ヒを主題とする。大は白巨衣、長根化の句、周古道洋を知事に基づき、第四折の中心的な主題でもある。原曲線によると、マサナは、八木ヒ赤月ヒ、霊主公、塔明公秋よる五道羽。古道羽はその題材を多く白巨衣。 彫根家及び陳弘氏、彫根家伝から取っている。幻想が主人公だが、国難に気づかない、政治的に無能な人物として描かれている。決死と四折から構成され、全編を通じて、主人公の幻想が歌う。決死、圭、吉丹の討伐に失敗した、安六山の処分を問うため、上司の蝶守圭は、安六山を幻想のもとに送る。 元奘は安逸な日々を送っており、長久霊の注意を聞かずに安六山を許す。古千枚を気に入った八木姫は安六山を養子にする。元奘は安六山を最小に取り立てようとするが、よーく似ただが反対したために療養節度誌に任命する。第一通り、八木姫は調整殿で七夕の宴会を開く。元奘もやってきて八木姫と永遠に夫婦となることを誓う。 大二り、国政を我がものとする、よくにただ、リリンポを除くことを名目として、アン・山は、長安侵攻の準備を進める。そうとは知らぬ幻想は、人工帝で、ヤギヒが、芸ハゴロモの舞を演ずるのを鑑賞する。失神が、ヤギヒの好物である霊子を送ってくる。舞の後、リリンポが報告に来て、アン・山の大軍が長安に迫っていて、立ち打ちできないため、 長安を捨てて盲人することを進言する。第二より、陳元霊の率いる軍に連れられ、長安を脱出して、職に逃げようとする幻想の前に、土地の不老が現れる。その願いを聞いて大使が、反乱軍と戦うことになる。その後、兵士たちは、馬鹿気で進軍を止め、陳元霊は、軍足の族である、く国ただを中止しなければならないと主張する。 玄宗は、やむを得ずよ国忠ただの殺害を許すが、人元令はさらに、八木比の死をも要求する。玄宗は、悩むが、どうしようもなく、高力士に命じて、八木比を自殺させる。第四森、安徳山の乱は平定され、大使が即位、諸から長安に戻って、西宮に引退した玄宗は、八木比の絵姿を描かせ、昼も夜も、八木比のことを思い続けている。 夢に、ヤギ火を見るが、五道の葉に、雨が落ちる音で目を覚ます。ありがとうございます。